にちは、シュウです。今回は4月のチャレロケやっていきたいなと思います。ここ1フロアでボスがサクヤなんだよ。でサクヤが硬いんだよね。それを今回アメン使って貫通させようかなと思います。で初手ね、覚醒スキルからの封印やってくるんだよ。なんで封印バッチにした。やってきます。で指はモリモリだから組めるはず。そう、自動的に 7×6 なんだよね。指はモリモリなんだよ。まるまるモリモリいっぱい。オッケー、ナイス。で、おでドラ使えるね。おでドラ使って、基本的に全部繋げるんだよ。全部繋げて、一色だけ分割だね。何部、光分割しようか。で、それ以外は繋げるみたいな。指何秒だろう。結構モリモリだからいけるはず。あ、37.2秒。長い。これはいけるでしょう。いくらでもいけるでしょう。いや、これ逆にいけないとね、ちょ、恥ずかしいですね。恥ずかしい。で、ほら、ほらじゃねえや。こうやって繋げて、やべ、指外れそう。なんかすげえ外れそう、指。どうすればいいんだ。あ、いいんじゃないこれ。あ、いいじゃない、いいよね、いい。すごい、これなってるよね。落としでなってるはず。1、2、3、4、5、6、来た！一発目でいった！いいね！これだとさすがにいけるでしょう。